皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。なんと今回もコロソのご提供でイラスト講座を受けてきましたので、その内容を皆さんに共有していきたいなと思います。コロソを知らない人のために少しね紹介しますと、コロソはイラスト、映像デザイン、視覚デザインなど業界トップクラスの専門家のノウハウを学べるオンライン教育サービスです。このサービス、とにかくね講師の先生方がすごくて、例えばツイッターのフォロワー数100万人を超えるモダレ先生とか、アズールレーンのイラストなどを手掛けているチャン先生など、現役の超人気イラストレーターさんが講師をやってくれているんです。で、今回受講した講座はこちら、加藤浩太先生と木村希先生の美術解剖学と図形化で完成する人体ドローイングクラスです。人体の基礎から応用までしっかり学べるクラスを受講してきました。でですね、今回もなんとその講座の内容の一部をこの動画でご紹介しちゃいたいと思います。人体をしっかり描けるようになりたいっていう人はぜひね最後まで見ていってください。それではスタート。まず最初に加藤先生の授業の八頭身での全身の描き方を紹介します。八頭身はとてもわかりやすくて、いろんな頭身の基本になるものなので、最初に学ぶには一番いいそうです。説明の通りに書けば誰でも全身が書けるので、まず一度この通りにやってみてください。では、美術でよく使われる八頭身プロポーションからちょっと書き込んでいきますね。頭ですね。頭がこの一マス分の高さにあり、正中線を、書く、関係上ですね。正中線を描く関係上、このガイドラインのちょっとまたぐ感じで描き込んでいきます。ガイドラインの上にまたぐ感じで描いていく。で、1個目、これ頭ですね。今度2個目ですね。今度はあの乳頭があります。2個目の高さで、上から3個目ですね。3個目にはへそがきます。で、まあ4つ目ですね。これあの足の付け根あたりがきます。で、下から2つ目、この辺は膝ですね。膝のあたりになる。で、肩はですね、この2個目のマスのちょうど半分ぐらいのところにあります。で、肩幅はですね、おおよそ、この2マス分、肩の筋肉、三角筋という肩の筋肉があるんですけど、それが、ちょっとだけはみ出るぐらいの位置にあります。で、首ですね。首、まあ最初はこういう風に、なんていうんですかね、直線的なラインで、捉えていって大丈夫です。おおよその目安ですので。で、まあ胸板がこの辺にあって、象の、右腕はですね、ちょっとまっすぐ伸ばしたような感じに描きます。肘、そして指先、手首は、1マス分よりもちょっと短いっていう感じですね。手の長さで、ウエストの方に向かってすぼまっていきますが、へその高さのちょっと上です、一番すぼまってるところは。で、今度腰ですね。腰で、足の付け根があって、足の付け根もうちょっと下かな。で、太もも、膝に向かって、太ももが伸びていく。で、膝の内側はですね、まあ、あの足の O 脚とか X 脚にもよるんですけど、接するかちょっと隙間が空くかぐらいに近づきます。で、膝の両膝の幅、これまっすぐ立った時にはですね、ちょっと頭の幅、耳を含む頭の幅ぐらいまで、左右に広がって、今度ふくらはぎですね、すねで足で、今度腕に行き、正中から2マス分のところにおおよそ肘がきます。肘ですね。で、手首は先ほども言いましたけど、指先の先端から1マスよりちょっと短いぐらいのところに行きます。で、こんな感じでですね、人の直立時の八頭身のプロポーションですね、がだんだんかけていく。で、腕を下ろした方ですね、腕を下ろした方では
肘はですね、ウエストと同じぐらいの高さにあります。で、まっすぐ手を下ろしますので、こんな感じかな。で、指先は、このもうちょっと上だな、太ももよりこんな感じ、この太ももの中腹にあるラインよりちょっと上っていう感じのところに指先がきます。で、あとはだんだんと形を整えていくと、八頭身プロポーションの人物像が描けます。次に加藤先生の当たりの描き方を紹介していきます。当たりというのは体を描くときに最初に描くベースみたいなものです。絵を描くときは基本的にまず当たりを描いて肉付けして、服を着せたりしていくことでキャラクターイラストを描いていくわけですね。当たりはいろんな描き方があるんですが、加藤先生の場合、美術解剖学を元にした骨格を単純化した当たりを紹介してくれていて、これがね、実際の人体構造をベースにしているので、すごく説得力のある当たりになっているんです。説明は実際の美術解剖学の用語で説明しているので、ちょっとね、難しく聞こえますが、ベースとしては間違いのない当たりなので、ぜひこの当たりの描き方をマスターしてみてください。骨を簡単に捉えて、まあ、把握を容易にする方法ですね。まあ、輪郭をこう描きます。で、耳の後ろの乳幼突起っていうところと、眼下の上ですかね、目の上あたりにライン引いておきます。あとで眉毛の位置とか鼻の位置とか決めやすくなるためです。で、正中線をこれ入れておきますね。正中線で、余力があればなんですけども、まあ立体的に描きたい人はこう頬と側頭部のラインを通過するようなラインを入れておくとですね、まあここで面が変わってるので、影の、つくところ、反射光が入るところですね、光があって、そういう境界部に使いやすいので、これはあってもいいかなという感じです。側頭線と頬を通る線ですね。胸郭を描いてしまいますね。防水型の胸郭、向こう側では十二肋骨ですね、ラインがあって、背骨のラインで、首の頸椎のサイドのラインですね。で、肋骨と肋軟骨の境界部、これをずっと上から下までつなげる。なんでつなげるかっていうとですね、ここが、面の代わり目になってます。胸骨と肋軟骨のエリア、比較的平らです。で、その両サイド、カーブして丸みを帯びて向こう側に回り込むような形態になるので、まあ影が落ちやすいっていうのもあるんですけれども、形が大きく変わるところなので、この肋骨と肋軟骨の境界部、これ拾っといた方がまあいいかなと。で、今度はですね、下の方ですね、仙骨、これもまあ輪郭をこう拾っていく感じでいいです。あと正中線ですね、背骨の正中線で、こっから、腕と足の骨に行きます。で、まず鎖骨、正面から見たところですね、胸骨の両サイド、上端部の両サイドにくっついて、まあ、概ね水平ですね、水平に走行して肩の、上で膨らみを作ります。ここね、ちょうど袖の縫い目あたりで、その先肩峰っていうのがあります。で、肩峰ともう一個鎖骨の外側3分の1の下ぐらいに3等分した外側から1個分ぐらい下あたりに右後突起っていう突起があります。これ肩甲骨の一部、肩甲骨は後方にあるので、まあ全部は描かなくて、正面から描くときは全部描かなくて大丈夫です。で、上腕骨の頭、丸で大丈夫、丸く上腕骨の頭を描く。で、そのまま上腕骨の軸、この丸のちょっと外側なんですけれども、中央から、ま、尺骨に向かってですね、軸を引いとくと上腕骨の軸と、ほぼ同じ走行ができます。で、内側上下、そして外側上下、これ筋肉の付着部で必要なところなので、これは拾っといた方がいいです。外側上下の方がやや高い筋肉ね、前腕の筋肉、この腕の腹筋群は内側上下から起こってきて、
心筋群ですね。心筋群はもう外側上顆の後面から起こってくるので、この2つの突起、内側上顆外側上顆は、省略する場合でもね、拾っとくと、後で、なんか筋肉の膨らみ、体表の膨らみを再現したくなる、再現しやすくなります。で、今度は尺骨、ちょっと外側に曲がります。運搬角って言いますけれども、まっすぐ、上腕骨の軸とつながっているのではなくて、外側に曲がる。で、尺骨のお隣には頭骨があります。頭骨。で、頭骨は手首の幅、尺骨頭骨の下端部は手首の幅とほぼ同じなので、この辺りは筋肉のボリュームがつかない。なので、外側、ちょっとだけ外側に傾斜して、戻るようにですね、こうくの字型に、頭骨を描くと、ちょうどよくなります。で、今度手ですね。手はもうまとめていく感じで大丈夫。手のひら。で、親指だけちょっと独立してるので、他の4本指と、分けます。で、まあ、手根骨との境界部描いても描かなくてもいいですが、軸は中指です。中指、薬指、小指、人差し指。で、親指。反対側も同様に、まあ、簡単に描いてしまう。中指が運動軸の中心になってます。で、今度骨盤ですね。骨盤は、これ書き方はまあちょっと諸説いろいろになっちゃうんですけども、今回はまあ輪郭に近い、書き方で紹介します。上前腸骨棘まで、つながる腸骨梁で、そこからですね鼠径靭帯っていうのを拾います。まあ骨にはないんですけども、足の付け根に V 字に溝ができますが、そこの靭帯ですね、そこを作ってる。で、正中では、恥骨結合ですね。恥骨結合、前方の正中では恥骨結合があって、その下に恥骨下角、これは性別の差が出やすいところです。で、座骨結節があって、あとは上前腸骨棘の向こう側で、まあちょっとくびれたようなラインで結ぶと、骨盤がおおよそ捉えることができます。で、オプションでですね、まあここね、丸いカーブしてます。これ、大骨盤と小骨盤を分ける、分解線っていうラインなんですけれども、その、部分にちょっと今ラインを引きました。で、今度股関節ですね。股関節は上前腸骨棘と座骨結節のちょうど中腹あたりですね、中腹あたりにあります。これ丸い形をした、大腿骨頭が、関節面を作っているので、ここに円形を書いておきます。で、大天使と小天使、大腿骨上端部の出っ張りですね、これを拾っておきます。で、この大天使小天使の間に、ちょうど二等分線のあたりに大腿骨の首頸部が、連続していて、そこからさらに膝のこの膝蓋骨のちょうど真ん中あたりですねに向かって、大腿骨の軸が、通過します。で、下端部はですね、この長方形をした形状をしているので、この長方形のフレームですね、内側上顆と外側上顆をつなぐこう四角形の枠を作ってあげると膝の幅が推測しやすくなります。で、今度は頸骨、すねの骨ですね、すねの骨、上端部は、まあ、長方形なんですけども、大腿骨の高さの半分ぐらいですかね、ちょうどこの半分ぐらいの高さをした長方形になってます。で、今度は中央から頸骨の中央から足首ですね、胸骨に向かって、軸を、頸骨の軸を描きます。で、下端部の、水平のラインと内くるぶしですね、内くるぶしの膨らみを拾います。手首と同様、足首も、この骨の形状が、そのまま幅になっていたりするので、ここ重要なポイントですね。
で、腓骨上の方、ここね丸い膨らみがあって体表からよく確認できるので、ちょっと丸く拾っておきます。腓骨頭と呼ばれるところですね。でそこから、外下外くるぶしに向かって、伸びていきます。外下は内くるぶしよりもちょっと下がってる。であと足の骨格ですね。足の骨格は虚骨があって、足根骨があって指に分かれますが、足の運動軸は人差し指です。人差し指、中指、薬指、人差し指に向かって、軸を1本入れておくといいかなと。であとはこの指と足の甲の付け根、関節があります。そこよく動きますので、そこに、水平方向のラインですかねを入れておくと運動のついた骨格を描くときにも、楽になると思います。でこれ正面の図ですね。正面の図が、簡単な骨格ですねが描けました。はい、ということで当たりの描き方を見てきたんですが、加藤先生はね刀身も当たりもこれをベースに絵柄に合わせて調整していってもらったり、さらにねデフォルメしてもらったりして使いやすいように使ってくださいって言っていました。自分の描きたい絵柄に合わせて使ってみてくださいね。では次にキム先生のあたりに肉付けしていく様子を紹介したいと思います。加藤先生とあたりは少しね違うんですが、同じ八頭身でほとんど同じですので、ぜひね参考にしてみてください。まずあたりを描いていきます。次に肉付けをしていきます。でこの肉付けなんですが、実際にどう肉付けしていくかっていう部分は正直なところね勉強や練習で身につけるものだっていう風にキム先生は言っていました。まずこれはね加藤先生の講座の方で言ってたことなんですけど、内部構造を知ると体表からそれが観察できるようになる、観察できるようになると表現できるようになる、そうです。美術解剖学では骨や筋肉などについてしっかりね学ぶことができるんですが、それを学んでおくことで絵を見た時にあの骨がこうなってるんだな、あの筋肉がこうなってるんだなっていうのが分かるようになるんです。そうするとどん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 体の描き方が吸収できるようになるんだそうです。だからまず何よりも知識をつけるっていうことをねすごく大切だっていうふうに言っていました。その上でキム先生が言っていたのがたくさんの練習の必要性ですね。いろんな人体を描くことで知識が自分の力になっていくんだそうです。映像ではこんな感じで肉付けしていますが、そのためにはねしっかり鍛錬を積む必要があるっていう風にお二人は言っているんです。で今回受けたクラスはまずね加藤先生の講座で人体の骨や筋肉のことがしっかり学べる、そしてその知識を持った状態でキム先生の講座で先生と一緒にたくさんのポーズを描いていけば実際のキャラクターイラストに落とし込めるようになるっていう構成になってるのがすごくね良かったなって思いました。加藤先生の講座とキム先生の講座はそれぞれね単体でも受講できるんですが、知識を得ることとそれを実際に絵にすること両方を学びたいならセットでのねクラスの受講がおすすめです。でなんとセットのクラスだとまとめ割引約1万5000円分と追加クーポン割引約4000円でほぼね2万円近く割引になるので、ぜひね検討してみてください。今回受講したお得なセットクラスは概要欄のリンクからチェックできますよ。はい、ということで人体の描き方紹介してきましたがどうだったでしょうか。今回はね時間の関係で正面向きの男性イラストだけ紹介してきましたが、実際の講座ではいろんなアングルやポーズ、また女性などの描き方もね紹介してくれているので、詳しく知りたいっていう方は実際の講座を受けてみてくださいね。で講座では他にもいろんなことがいっぱい学べて、骨や筋肉のこと、人体の動き方、そして立体的なポーズを描いていく技術までしっかりね学べる講座になっています。人体をしっかり描けるようになりたいっていう人はねチェックしてみてください。ちなみにコロソの講座は全てね等倍速でじっくり見れるので細かいところがしっかり確認できますよ。
そしてそしてコロソの動画は一度購入したら無期限で視聴できます。時間が取りづらい学生さんや社会人の方でもゆっくりじっくり学べるのがいいですね。で、なんとこの動画を見た方限定のクーポンがありますので、概要欄をチェックして受講いただくとお得ですよ。で、これ以外にもね、コロソにはたくさんのコースが用意されているので、ぜひいろいろチェックしてみてください。それでは、コロソで学ぶ人体の書き方でした。なんと、僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。また、このチャンネルではお絵描き関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではー。